こんばんは。ゲームやわです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の考察を行っていきます。毎月1日、15日更新。前編、後編合わせて、毎回約30分を予定しております。お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。それでは引き続き、第40回、ムーン、後編をご覧ください。まだ前編をご覧になっていない方は、動画説明欄にリンクを貼っておりますので、先にそちらからご覧いただければ幸いです。こんばんは。よろしくお願いいたします。それでは二つ目のテーマはこちら。テーマ2、人が個性と呼ぶもの。本作は、3名の方がゲームデザインを務め、それぞれが互いの作っているパートを、ほとんど干渉しないというスタイルで開発が進められたそうです。その上で、西健一さんが、初めにコンセプトを打ち出し、工藤太郎さんが音を使った演出を規定し、木村義郎さんが物語を固めるといった具合に、おそらくこれらは一部だと思いますが、それぞれに役割が付帯していたとのことです。工藤さんは、それをビートルズスタイルと呼び、それは言うなれば、自分で書いた曲は、自分で歌う人たちの集まりだったと述懐しています。つまり、初めに誰かが定めた仕様書に従って、作業をするのではなく、それぞれが自分の持ち場で、個性を遺憾なく発揮し、責任を持ちながら、おそらくは随時アドリブを入れつつ、創作をするという体制で、本作は作られたのだと思います。ここのパートは、個々人が責任を持つ。まるでバンドをやっているような感じだった。面白いものを、どんどん自分たちで自発的に作り出していこうという姿勢があった。そうしてアイデアが積み上げられていく中で、発売は、予定より3、4ヶ月ほど伸びたそうですが、そのチームをまとめていたのが、本作のプロデューサー、鈴木博士さんでした。お前らは心配するな。めんどくさいことは全部俺がやるから大丈夫だ。その代わり、お前らはプロなんだぞ。そう言って、鈴木さんは懐の深さを示しつつ、プロとしての責任と自覚を植え付け、予算集めに尽力し、チームを陰から支えていたそうです。本作は、実に創造性に溢れた作品だと思いますが、それは決して偶然の産物ではなく、高い志と、自発的にアイデアが生まれうる体制、それを縁の下で支えた人がいたからこそ、作ることができたのだと思います。例えば、ホーンテッドハウスにおける、ドラえもんのガリバートンネルのような、廊下を進むごとに、主人公の体が徐々に小さくなっていく演出。また、同所の2階では、絵の前で待っていると口が開き、それに飲み込まれ、吐き出される際は、主人公がトイレから出てくるという、見事な発想力と、ユーモア溢れる演出が施されています。それから本作は、プレイを進めていくうちに、ラブ獲得に関する布石の打ち方も、実に周到であったことを知ることができます。夜に兵士の部屋を訪れると、フレッドがスタンドマイクで歌を歌っていたり、城の庭にある植木に触れると大臣が飛んできたり、トロピカルフィールドでは、なぜか骨の魚が浮遊していたりと、初めは不可解に思っていた様々な出来事の意味を、そういうことだったのかという驚きやおかしみとともに、プレイヤーは知ることになります。どんなに些細なことにも、もしかしたら何か意味があるのかもしれない。そういった期待のもとで、自然に好奇心が芽生えるからこそ、ますます探索が楽しくなり、また新しい発見が生まれるといった具合に、どんどん作品世界に引き込まれていきます。本作のラブ獲得には、定型化された攻略法は基本的には存在しません。黄昏キャニオンにいる鳥男は、こんなセリフを口にしています。次に来る鳥の色を当てる。そんなこともゲームになっちまうのさ。アイデアと演出とその組み合わせ次第では、どんなことだってゲームの素材になりうる。この鳥男のセリフは、本作の特質の一端を象徴するような言葉です。この鳥男との掛け事は、同じエリアにいる動物のソウルキャッチと結びつけることによって、複合的な意味を持つようになっています。また、バンドで懸命にギターの練習をしている男が、ギターソロを弾けるようになるのを見届けることで、やはりこれもソウルキャッチに結びつきます。
他にも、バリバリ島における、キャムラン演奏のミニゲームや、アダーの家で行われる神様ボイス、テクノポリスでの、たくさんのリーマンたちから意見を収集するといったイベントなどは、とてもシンプルでありながらも、ユニークな表現力が備わっているがゆえに、人を夢中にさせる魅力に溢れていると思います。そして、ソウルキャッチでも、ただ単に動物の魂を捕まえることに終始させるのではなく、主人公が座ることによって魂が現れるなど、一つ一つに意外性を伴うアイデアを用いることで、プレイヤーを飽きさせない、多彩なゲーム性が作り出されています。ドラクエでは、人々のセリフに合わせて、効果音が用いられていたように、本作は、いわゆる花もげら語という形で、あたかも人々が実際に言葉を話しているような感覚を味わうことができます。木村さんはこれを、外国映画の字幕を読んでいるイメージに近いものだと語っています。さらに、BGM の面においても、ゲームをプレイするときも、作っているときも、自分の好きな曲を流しているという、工藤さんの思考に基づく発想から、作中で獲得できるムーンディスクを、プレイヤーが好きに流せるというアイデアが生まれたそうです。本作は、とても型破りな作品であると同時に、糸井重里さんの言葉を借りれば、いい意味で、どうでもいいことがたくさん詰まった作品だと思います。しかし、型にはまらないからこそ、そこには自由な発想による、様々なアイデアや表現力が生まれ、どうでもいいものの中にこそ、人は個性と呼べるものを見出すのかもしれません。そして、この類稀なる極めて個性的な作品は、人々の記憶に深く刻み込まれ、今も多くのプレイヤーに愛され続けています。それでは最後のテーマはこちら。テーマ3、定められし運命と、一片の愛情。個人的な意見で恐縮ですが、本作のゲームシステムは、例えば、探偵推理アドベンチャーゲームとの、親和性が高いのではないかと感じました。人々から情報を集め、アイテムを入手し、そこからヒントを得て、誰かに示すことでさらなる情報を獲得し、少しずつ物語の核心に迫る。おばあちゃんの孫とは一体誰なのかという、最序盤に提示される謎も、そういった探偵的な調査の中で、次第に真実が炙り出されていきます。勇者のキャラグッズでも作れば、売れるかもしれんな。そんなキュリオとベイカーの会話を聞きつつ、ゲーム開始時、大臣の元を訪れると、彼は主人公を見るなり、かなり驚いた様子を見せます。そんなバカな。彼は死んでしまったのだから、驚かせないでください。大臣や城下町の人々の話によると、おばあちゃんの孫は事故で死んだとされていますが、ホームレスのガセに、おばあちゃんの写真を見せると、彼は次のような証言を口にします。かわいそうだから、おばあちゃんに本当のこと、話してやれんのよ。これは何かありそうだという疑念を深めつつ、さらに聞き込みを続けると、城にいるのおじから、新たな証言が引き出されることに。彼は事故で死んじゃったって、大臣さんが言ってたよ。当のおばあちゃん自身も、孫の行方について、次のように証言しています。町の者たちが、あの子は死んでしまったと言うんだよ。おばあちゃんは、孫の死を人捨てに噂として聞いただけで、さしたる確証もないまま、死んだというよりは、失踪したという認識に近かったというわけです。そして、農事の証言により、その噂の出所は、大臣であったことが明らかになりました。その後、ゲームを進める順番にもよりますが、次第に物証らしきものが、捜査線上に浮上してきます。ダオが、夜な夜などこかに出かけているという情報をもとに、夜中に後をつけてみると、なんとタオの隠れ家を発見。そこに掘られていた穴から、白羽の矢なるものを見つけることになります。以前取り上げた狼でも、ヤマタノオロチが生贄を指定する際に、日本に伝承として伝わる、この白羽の矢が使われていました。そして、おばあちゃんの飼い犬であるタオが、なぜかそれを持っている。これはいわば、状況証拠と言えるものです。それから、キュリオの店で、勇者のプロマイドを購入し、意味深な証言をしていたガセにそれを見せると、さらに興味深い証言を得ることができます。竜を倒しに行く勇者様。
あれ全部大臣の作り話なんだぜ。詳しいことは城の奴に聞いてみるといいぜ。城の者たちが口を閉ざす中、夜に酒場にいるエビリーに、白羽の矢とプロマイドを見せると、こんな証言を引き出すことができます。勇者の装備は、城に伝わる呪いの鎧。あれを着ると、心を奪われてしまう。硬い鉄の鎧があいつの心を閉ざしてしまうのだ。絶対に脱ぐことのできない鉄の衣を身につけ、幻のドラゴンを探して、剣を振り回している。さらに、大臣の部屋の前の柱に残された、一枚のメモを尻目に、ゲームを進めていくと、エコクラブなる、謎の組織のアジトを発見。そこで、大臣の宝物という名の基盤を入手。そこに描かれた内容は、まさに犯行記録そのものでした。そして、これまで得た情報の意味が、すべて明らかになることに。あいつは死ぬまで、冒険の旅を続けることになるだろう。帰ってこない間、どこにいたんだね。それに何をしてたんだね。おばあちゃん、ずいぶん心配したんだよ。でも、もう大丈夫さ。だってこうして帰ってきてくれたんだから。こうした悲しい真実が少しずつ明らかになる中、それでも透明な主人公の愛を探し求める冒険は続いていきます。離れて暮らす息子との約束を果たすために、空に向かって、何度も何度もおもちゃの飛行機を飛ばし続けるエビリー。自分がパン人間であることを告白するベイカー。そこに転がっているパンは、昨日の僕の頭さ。そして、お店で売るのさ。前の日の僕をね。でも、僕は嬉しいんだ。だって、美味しいって聞こえるもの。僕はみんなの元気の元なんだ。もうすぐ夜が明ける。そして、ワンダと別れ、世界をさまよい続けるもう一人の男。キノコの森における、フローレンスのセリフ。別の世界から来たことはすぐにわかった。そんなに元の世界に帰りたいか。灰色の雨が降る街。鉄の塊が走る道。水の流れないよどんだ世界。変わろうとする力。変わりたくないという力。それぞれが争っている世界。この世界にも争いの好きな者はいる。絵の出る箱の前に座って、眠くなるまで遊ぶ。まあ、好きなように生きればいいさ。愛とは何か知っているか？それはわしにもわからん。もし知っていたら教えておくれ。こういう話をすると、ワンダのことを思い出す。わしもお前もさまよっている。愛を求めてさまよう旅人。だから、同じところに留まっていられない。夢と現実の狭間で泳いでいる。これからもずっと。このフローレンスのセリフは、物語を手掛けた、ゲームクリエイターであると同時に、旅人でもある木村さんが、おそらく自身を投影したキャラクターであり、彼のメッセージ性が多分に込められている、革新的なセリフの一つではないかと思います。そして、意味や説明が削ぎ落とされた、詩的な表現の中に、漠然としたニュアンスが、イメージとして次第に浮かび上がってきます。それは、人間は本質的に、他人とは分かり合えるはずがないという、定観にも似た思いかもしれませんし、愛を探し続けている自らの現状に対し、現実世界との隔たりがあまりにも大きすぎるため、ある種の絶望を感じているのかもしれません。物語最終版、月に向かう際の、ユーモアと遊び心あふれる、ナンセンスな表現の数々。バカバカしくて美しいものを作りたいと、木村さんは語っています。そして、月の城の王座にいる、女王とドラゴンが一体となった不思議な存在。いろいろなものが死んでは生まれ、生まれては死ぬ。あちらで死ぬとこちらで生まれる。逆もまたしかり。不思議の国のアリスの作者、ルイス・キャロルの言葉。彼は私の夢の一部であると同時に、私も彼の夢の一部だった。女王とドラゴンが一体化しているように、そこは表裏一体の世界であると、木村さんは語っています。吉田さんやムツジロウ、動物たちや女王とドラゴンは、勇者に倒され、その姿は基盤となってしまいます。一方、勇者に剣で倒された透明な主人公は、まるで手品師が消し去ってしまったかのように、服だけを残して抜け殻となり、
女王とドラゴンと同様に、主人公と表裏一体の存在である勇者もまた、その瞬間に崩れ落ち、物語は、いわばゲームオーバーを迎えることになります。基盤に記された、勇者というの物語の結末。しかし、まだあなたの物語は終わっていないと、女王は主人公に語りかけます。お前がレベルでは表せないほどのラブを持っているのなら、基盤に記された内容さえ、変えることができるのではないでしょうか。基盤は、プログラミングによって設計されたもの。それはすなわち、定められし運命。エノデル箱の前に座って、眠くなるまで遊ぶ。まあ、好きなように生きればいいさ。人間たちは、勇者などというものを作り出して、地上に取り残された月の住人たちを、皆殺しにしている。人は皆忘れん坊。悲しいことも、楽しいことも、何もかも忘れて、一体どこへ流れ行く。でも、僕は運命を変えられるかもしれない。本作には、いわゆる没エンドと呼ばれるものがあります。内容は、勇者がドラゴンを倒すと、その勇者がドラゴンになって、また次の勇者に倒されるという、いわば無限ループとも言うべき、救いのない終わりです。木村さんは、そのエンディングを没にした理由は、ちょっと暗すぎたからと話しています。おそらく木村さんは、肯定的なメッセージでもって、この物語の幕を下ろしたかったのではないでしょうか。忘れないで。もう一度目の前に扉が現れた時、あなた自身のラブで扉を開けるのです。レベルでは表すことのできないラブ。それは人間に残された可能性であり、かすかな希望でもあります。女王とドラゴンが話していたように、最後に扉を開くことを選択すると、いわゆるグッドエンディングを見ることができます。木村さんは、この扉を開ける行為は、世の中に繋がる行為であると語っていました。扉を開くという肯定的な行為によって、主人公は元の世界に戻り、作中で触れ合った、たくさんの愛すべきキャラクターたちもまた、その扉をくぐり抜け、少年の住む世界に溶け込んでいきます。エンディングで映し出される、灰色の雨が降る空ではなく、明るい空の下、動物たちとひとときを過ごすムツジロウ。晴れ渡る空を、ビルの屋上で見つめる鳥男。そして、ラストカットで映し出される、ムーン発売中止の張り紙。それは、定められし運命が、覆されたことを示すもの。こら、テレビゲームなんてやめて、早く寝なさい。ゲームをやめる選択をしないと、ゲームが終わらないというオチが決まった時に、冒頭の母親のセリフのアイデアが思いついたと、木村さんは語っています。そしてそれは、作り手が作品を捨てる美学であるとも、木村さんは話しています。再びルイス・キャロルの言葉。どちらへ行きたいかわからないのなら、たとえどちらの道を選んだとしても、大して違いはない。ようこそムーンワールドへ。私はお前に道を示すもの。お前の相手、光の扉を開けておくれ。渦高く積み上げられた基盤の中に記された、たくさんの人々の生き様。作り手の皆さんが丹精込めて作り上げた、愛すべきキャラクター。それは、単なるハリボテでもなければ、かき割りでもない、それぞれに魂と個性が付与された人々の、新しい運命の扉を開く物語。プレイヤー自身の愛で光の扉を開き、フェイクとリアルをつなぐ物語。愛があれば、今目の前にある、どんな現実だって変えられるかもしれない。しかし、一つだけ気がかりなことがありました。それは、光の扉をくぐる人々の中に、おばあちゃんの姿が見つけられなかったことです。エンディングロールで示されるいくつかの光景にも、タオの姿が映し出されているのみで、おばあちゃんの姿はどこにもありませんでした。そしておそらく、おばあちゃんが大好きだった、たった一人の孫は、もう二度と帰ってくることはありません。そうそう、お気に入りの服を出しておいたよ。ほら、来てごらん。これでタオと三人、昔みたいに暮らせるね。そうだ、おばあちゃんが焼いた、手作りクッキーをあげようね。毎朝、手作りクッキーをくれたおばあちゃん。思えば、
このラブデガルドにおける物語は、おばあちゃんがくれた洋服一式と、一片の温かい愛情から始まっていました。おばあちゃんは今も一人、旅立ってしまった孫の帰りを、どこかで待っているのでしょうか。本日の考察は以上になります。ありがとうございました。今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。次回のゲームやわは、10月15日更新。次回は少し思考を変えまして、横井軍平さん特集をお送りいたします。以前動画内で、皆さんにご意見を伺ったところ、たくさんのリクエストをいただきました。ご期待に添えるよう、最善を尽くしたいと思います。第42回以降は、もちろん従来通り、一つのゲームを取り上げてお話しいたしますので、引き続きリクエストお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。